これをじゃあ持って。あ、やばい、鍵、あ、鍵が、え え, これえ、あるあるよね。今なんか、掴んだよな。あ、うん、やばい、取れなくなった。最悪。どうも、パピチンでございます。本日からリトルナイトメアというね、ゲームをやっていきたいんですけども、まあ、このゲーム、そこそこの知名度はあるんじゃないかなと思っておりまして、まあ、とあるね、実況者さんがね、CM やってたり、まあ、僕も耳にしたことあるんですよ。まあ、詳しくは内容知らないんですけど、まあ、ホラーアクションみたいな感じなんじゃないかなと思います。なんか、面白そうだからやります。それ、ゲームやる理由ってそれぐらいでいいでしょ。ということで、ニューゲーム。で、リトルナイトメアっていうぐらいだから、まあ、リトルなんじゃない？この子がリトルなのか、それとも怖さがリトルなのか、ナイトメアがリトルなのか。どの辺がね、リトルなのかわかんないけど、これだって説明もリトルじゃん、これ。察しろみたいな冒頭だね。なるほどね。あえて何も言わないタイプね。まあ、いろんなリトルを探していきましょう。操作方法は、これでライトをつける。これでしゃがむ。とりあえずライトは、つけてっていいよな。なんか探索が足りないとか言われそう。RTA 目指して、常にこの動きでいくわ、じゃあ。あ、なんか行けそうな場所あるよ。ん？これか。みんな見えてる？全然、ライトつけないと見えないよな。これで、中に入ると。よいしょ、よいしょ。ここは一体どこなんだ？はい。そして私は誰なんだ？あ、こちら行けそうじゃない？無理か。上も行けそうだけどな。水が滴ってるってことは、なんか、パイプ管みたいな。感じだね。この世界においてこの子の大きさはどんぐらいなんだろう。やっぱちっちゃい方なのかな。というのもこの背景の配管とかがでかすぎるだけなのかよくわかってないんだよね。この辺も引っ張れるな多分。無理かな。あ、無理だ。あ、これ、あれじゃない？さっきの冒頭に出てきた。あ、倒しちゃったの。冒頭に出てきた女性、なんか、女性？女性でいいのかな？ぽいけどな。基本的には、一本道なのかな？くつろいでいく？よいしょ。クソ吸い殻あるわ。果たしてこの世界に人間はいるのでしょうか？なんか右上行けそうじゃない？右上に、ただこれそのままじゃいけないよな。いけんのかな？なんかを、これとか置いて、みたいな。これ引っ張れねえ。非力すぎる。これトランポリン方式で。行けたりしないか。あ、行けた。それでいいんだ。よいしょ。え、え？どうじゃん。足長っ。羨ましい。えっ。捕まれないか。一応じゃあ、人間が住んでる世界なんだな。やっぱ小人なんだね、私は。お、なんか壁ちゃんとかできそう。壁ちゃんとか。無理か。あ、てかこれ椅子でいいんじゃね？手紙もある。拾えないかな。読めないか。あ、椅子ならギリ引っ張られる。これを使って、ドアノブに手が届くんじゃない？つい。よいしょー。外はなんか雨っぽいね。あ。手形ある。手、ん？この手形？俺よりちょっと大きいぐらいか。あ、ここ行けそう。ここ行けそうなんだが、なんで行けないんだろう。しゃがんでいける？あ、行けた行けた行けた。
いや、こういう配管通ってくるワクワクするんだけど。俺だけ。これ、火つけらんないかな。あ、つけたつけたつけた。ありがてえ。これとかは？なんか何このロボットダンス。初めて君、木の棒を見る。基本的にここでの目的は何なんだろうね。冷蔵庫は、あ、いたいたいた。なんか、今なんか出ていかなかったわ。あっちに。いや、これ冷蔵庫なのかな？わからん。なんか鳥みたいなやつがこっち行った気がする。あ、誰？小人やん。三角様みたいな。え？話すことできないの？これをさ、あ、できたできた。あ、上から行けんのか。なるほどね。じゃああいつ完璧に意味なかったじゃん。なんだったんだあいつは。誰なんだ。うわー、なんか上にいるー。気持ち悪い。これ絶対敵だよな。敵だけどさ、ちょっと触ってみたい。HP という表記があるのかどうか。うわ、巻きつかれた。おい、即死かよ。嘘だろ。むずすぎやん。あ、でもその場で目覚められるんだ。いいね。で、上から降ってきてと。これ越せる？あげた。走るとかはないよね。基本的にはしゃがむ、ライターつける、ジャンプする、みたいな。こっちか。危ねえ。おう、下にもいる。何この気持ち悪いの？切るか。ここも、間違えた。はい。なんか、カンタみたいになってる。傘あげるときの、無理やり感がすげえ。これは、はい。やばい、切る切ってる。これ上、まだいるだろう。違うんかい。で、次は、次はどうしますか？あ、やばい、しまっちゃった。え？何もすることなくないこれ。残れんのかな？無理だ。ここのなんかハンドル怪しいんだよね。ライターここでつけられないかわかんねえや。ん？あ、やべ、なんだ今の、グリッチか？つけたぞ、体が。さっきのさ、これこれこれ。これあっちが行ってない？行ってないんか。これ普通に剥がせるやんけ。釘の刺し方甘いやんけ。どういうことか。あれじゃん、さっきの。三角様ー。最悪。騙された。うわ、うわ、気持ち悪い。びっくりした。うわ、こっからなのか。こいつから、こいつらから逃げつつ、逃げつつ、いや、めっちゃいる。めっちゃいるんだけど。出られる？出られた。あぶね。助かった。危ない。汚れちゃったね。こっちかな？長押しで登ると。で、なんかいる、なんかいる。お前か。絶対落ちるよな。ツッ、ツッ、ツッ、ツッ。こっち？またなんか落ちそう。こっちか。待て待て。待て待て、めっちゃ暗い。なんか、地味にね、コントローラーブルブル言うんだよね、歩くたびに。なんなんだろう、これは。よいしょ。よいしょ。あ！日の光が、見えた。ああ、マジか。待て待て待て。もう一回もう一回もう一回。これあれだな、時間制限だな。でもすぐ右行くよ。せーの。つい！多分何かが開いてる。間に合え！あぶねえ！だわ。あ、なるほど。走って、しゃがむボタンを押すと滑れるんだ。ってことはなんかボス戦とかありそうだな、これ。この動き。
うわぁ、あいつ絶対ボスだぁ。あいつやべぇ。なにこれ、ラプンツェル。なんか髪伸びてますけど。髪じゃないこれ、紐か。え、あのさ、三角さんは味方なのかな、まあ、味方っぽいけどね。案内してくれてる。じゃないかな。先騙されたけど。ネズミだ。食い物だ、食い物。今食べ物に飢えてるからな。こういうのを寄って投げられるんだけど、どっか使うとこあるかな、こういうの。なんかバチバチいってない？痛ーい。なんと思った。しかも、リアルにビクンビクンを表現するんじゃない？ですわと思った。あ、火つけられるじゃん。ここでつけたとてな気がするけど。ん？よし。こっから来たんだよね。これ使うかな？無理か。ここで火つけられるってことは。あ、これ動かせる。ただ動かしたと、なんかボールが転がってますけど。動かしたとてじゃないこれ。一応ここまで。なんだろう、これキッチンなのかな。違うよな。トイレットペーパーだもんな。トイレか。洗面台？上のなんかヒューズみたいな。やんなきゃいけないのかな。これは？やはりトイレットペーパーか。これでいける？ここに当たり判定は、あー、微妙にあるけど、乗れるとかじゃないんだな。これ何？これね、ゴミ箱だろ。絶対ここなんか隠れてるだろ。あった、ほらだと思ったぜ。てぃるって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 るって。ガーン。あれ、暗くなっちゃった。しかもカチカチって。急がないと。入れ。よっしゃー。あ、手形がある。まだカチカチいってる。なんかさ、傾いてるよね、これね。あ、ここもいける？あー、やばい！最悪のタイミング。いけたな。入れ。よし、間に合った。ゲイ。部屋がいっぱいある。なんか、真ん中の部屋だけ鍵ついてない？あ、ここも鍵ついてるか。どっか入れそうだけどね。抜けなく？シュー。なんか施設みたいな感じなのかな？そうっぽ、ん？あー！日の光ダメなんだ。なるほど。日の光だった今。多分でもライトはダメだよね。だからフードとかしてんだろう。ねえ、きっとね。ナイトメア。言うぐらいだし。これじゃあ影を使っていかなきゃいけないな。あ、ミスた。あ、ね。で、次どうやって移動する？あ、オッケーオッケーオッケー。で、一回真ん中入って、今いけ。いや、いけ。え、この子たちは死んじゃってる子なのかな？それでも人形？ちょっとライトつけていこうか。これでセーブになるのか多分。あ、これどうやって行くんだ。この、金網か。金網いけるね。金網で上まで行って、右側はドア開いてる。失礼しまーす。怖っ。うわ、やば！え、ちょ、え、やば！これ下入れる？これ、ライト消した方がいいんじゃね？え、誰こいつ？じゃあそこも試してみようか。ライト OK かどうか。おーい。おーい。おーい。さすがにこれ表出たらやばいよね。ちょっと行ってみようか。あ、いけそうだな。普通にいけそうじゃね？
続けますよ。なんだったんだあいつは。お、あった、金目、金目。基本的に網網は登るものと考えた方がいいね。はい。はい。よし。え、あいつが、ここの、孤児院みたいな管理してんのかな。明らかに人間食ってそう。ナイトメアこれ食われるよな。絶対。関節大男。よいしょ。あの三角、あ、何？お腹すいた？え、何が？まさかお前も秘められた力があるみたいな。あ、やばい、お腹が。お腹なのか毒なのか。昨日食べた牡蠣が当たってんのか、わかんねえ。でもお腹押さえてるよね。お腹痛いんじゃないのこれ、スイタじゃなくて。この子誰？え、ちょっと、ん？くれる？もしかして、くれる？ありがとう、ありがとう、お腹すいたんだ。全然取れない。あ、取れた。ありがとう。優しいね。すげえ硬そう。ありがとうね。くん、くん。これが、金なりのお礼の仕方です。よいしょ。あ、なんか、あ、またあれだ。自殺。してた人のあれがある、紐がある。早い。せ、せ、ここ落ちるよな。あ、普通に落ちるんかい。あ、またビリビリやってるな。ってことはこっちからでしょう。なんか奥行きすごい使うねこのゲームね。こういうのいいわ。ペーパーマリオみたいな。よいしょ。やばい。え？後ろ向いてるよ。なんかあった？あ、普通に落ちた。でも何もなかったよね、今。ここの上行けないのかな？あー、なるほど。崩れちゃったんだ、これ。こっから、じゃ飛び降りて、そうそうそう、それそれそれ。で、上まで行けると。セーブしよう、セーブ。シュッ。いけ。いや、これ動いてた。さよなら言って。なんでこっち来たタイミングで飛ぼう。どうしたどうした？危ねえ。足滑らしたか。ここか？まだ？あ、ここ。よいしょ。いい。捕まっとく？あ、上登れんだ。まだまだ上がある。うわぁ、これもできるだけ近寄りたいよな。上から行くか。これぐらい高さあれば。あれ、もっと行ける？どこまで行けんの？絶対これ落ちる。さっき学んだもん。ダメだ、これぐらいで。はい。痛いからね。はしごじゃなかった。こっちが正解でした。ちょっと横移動も入れて。オッケー。こんなに遠いの？スイッチ。これ何この？この肉棒は何？よいしょ。こっちが本命か？ここで動かせるみたいな。あー、これで操作できるのかな？こっち寄らせて、で、こっち切り返して、すぐ乗るみたいな。そういう感じでしょうって、あぶねえダイナミックアクション。痛い。あ、やばい。これ戻っちゃう、戻っちゃう。よかったよかった。で、こっから飛び降りても大丈夫？いくよ？はい。じゃあ、うまいうまい。リトルナイトメアうまいよ。これは明らかに上のやつだな。
どうやっていくか。だんだんにしていける？いけそうだよね。よいしょ。ああ、しみちゃダメ。で、ジャンプ。で、もうちょい引っ張って、ああ、あれだな。何かに当たってるよな。こっちはどうよ。よいしょ。ちょい引っ張りぐらい。こんぐらい。で、次もちょっとだけ。これ限界なんだ。こっからいけるか。いくぜー。じゃやばい、これ、時間勝負。抜けろ。まだあるかな。これもなんか電気必要そう。あ、囚われてる。大丈夫か。おい、俺ぐらいしろよ。やばい、電気が復旧する。これ帰っていいのかな。こっちいい？あいつ追ってっていいんだよな。大丈夫か？え、これだけ？え、違うよね。なんか下行けそうじゃなかった？全然電気復旧しないんだ、これ。永久か？これなんか怪しいけどね。はい。いいのかな？いくよ？どこに繋がってんだろう、これ。さっきの場所戻るだけじゃね、これ。暗くてわかんない。あ、そうだよね。早いね。うわ、なんか出てき、うわ、復活して、復活？こんなんいなかったよな。難易度上がってる。で、今電気壊れてるからいけると。なるほどなるほど。上は無理そうだね。あ、やばい、またあれだ。目ん玉だ、目ん玉ライト。これはおそらくあの清掃用具みたいなの使うんでしょう。いくよ、一緒に行こうぜ。え、これ捕まれないのか。はい、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 あ、やばい。あぶねえ。なんか許されたわ。よし。あの子はなんで囚われてたんだろうね。え、嘘、ちょっと、やめて。なんで勝手に動く。あ、これ乗らなきゃいけないんだ、多分。早めに、乗って。間に合い、よいしょ。危ねえ。いやー、なんかボス戦っぽい。ボス戦来るっぽい。お、一匹だけじゃなかったんだ。これもう出口なのかな。戦うとかいうのはないのかな。脱出ゲームみたいな感じ。え、右と上行けるけど。とりあえず、手前から行く？あ、どうも。あの子たちは何なんだろう。これ入れそうだね。裏。本当に入れるだけだったわ。え、あいつらどこ行ったの？ゴキブリ見てたな。こっちは？扉開けちゃったから見えねえ。壁か。特に意味もなくって感じ。またなんか椅子使ったりするかな。あー、カレンダーみたいな。無理だね。いや、一回上行ってみよっか。雑あさりだけしたし。
これ、開くのかな？まだもう一匹いるよな、三角様。こっちが正規ルートかな？さすがに。お丁寧に、台座まで用意してくれて。ありがとう。OK。あ、2匹いる。開かないわ。なんでこんな、ペット用のあれか？通路か。めちゃめちゃブザイクなんだけど。おそらく人間ではないよね。あ、鍵かかってるわ。あいつらどこ行ったんだ？あ、なんか、スイッチある。これを、あっちまで寄せて、スイッチ押せばいいのかな。よいしょ。ジャンプ。あー、そこが開く。何このベッド。なんか、え、なんか、音がやばそうなんだけど。怪しくね？しかもまた傾いたしな。このベッドは何なんだ？あ、これ生きるわ。ここ生きる。あ、三角様の絵が写真から飾られてる。で、どっち行けばいい？まあ、下だよな。こっちだよな。はい。登れるか？頑張れ。家主は誰なんだ？あ、なんか瓶じゃない。あれがあるよ。人形？これをじゃあ、あ、これどうやって、OK、投げた。投げといて。なんかキラキラ言ってる。あれはじゃあ壊していいもんなんだよね、多分ね。これ絶対あれじゃん。やばい、これ死ぬ。ガチの死体現場や。あ、鍵あったやん。もう全然見えてなかった。あ、やべ、股間に。股間というか、ケツか？あ、ただのズボンだったわ。びっくりした。いけっかな。つい。無理だった。ごめんって。よいしょ。そこ、大丈夫？ OK、鍵取れた。うわ、これ、運ぶ式なんだ。投げちゃった。これをじゃあ持って。あ、やばい、鍵、あ、鍵が、え？え、これ、え、ある？あるよね。でもなんか、掴んだよな。あ、ん？お、やばい、取れなくなった。あ、最悪。鍵取れなくなった。やっちまった。でも復活してないよな。俺死ぬしかないよな。よし。もう離さないからな。いや、マジか。勝手に離れた。え、これ、なんで取れないの？だから、なんで？いや、おかしいでしょ。あ、頑張ってずらせ。ベッドから下ろせば、取れる。なんか、操作されてる。くっそ、最悪。あ、浮いてる、浮いてる。なんでだよ。オッケー。あぶねー。びっくりした。よいしょ。あ、これ、段差、あれだ。一回、落とさないとダメだ。ジャンプとね、投げるボタン一緒なんだよね。じゃ、なんでお前投げねえんだよ。ちょっと離れて、こっから、投げろ。よいしょ。で、ジャンプして、こうかな。不便。オッケー。やっと。やっと開いた。へい。おもちゃ持ってく？ん？なんだこれ。いや、めっちゃ鳴ってる。悪いことした。この箱とか持ってこれない？物を運んでるときに A で投げる。なんか、チュートリアル出てきた。あ、もしかして、これで押すってこと？ほら！上に投げればいいのか。あ、そうだそうだ。なるほどね。めっちゃ救済措置出てたわ、今。A で投げるんですよ。ありがとう。
ここもどっか登って、あ、あれあるやん。スイッチあるやん。またお前活躍するな。お前出番多いな。じゃあ。そっちかい。あ、これエレベーターか。投げたそうでよ。シャン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 。楽しいぜー。よく泣く猿だぜー。あ、また壊しちゃった。やったぜー。蹴って遊べるぜー。はい、助けよう。お感染症？お前コロナか？大丈夫か？あの猿に移された？もう絶対あれだよね。プロペラに引かれて肉ぐちゃぐちゃになるよね。いや、だと思った。だと思ったけど。ちょっとやってみたいじゃん。あ、お腹も空いてる。ネズミ食べるか。えい。ライトつけて。いつ俺は出られるんだこれ。ああ、またお腹が、あ、限界だ。立つことすらできない。絶対あれだよ、もらったパンが腐ってたでしょ。それでお腹壊してるでしょ。なんかネズミぶら下がってない？え、まさか。よかった、ネズミは食わないんだな。でもこれ明らかに罠なんだけど。ネズミ用の罠なんだけど。いただきます。絶対捕まるじゃんこれ。目に見えてるよ。え、そうだよな。もう罠でしかないもんな。あら、コレクションしてるのか。なるほどね。手足長族？もしかして。今のは。今の手でも長かったよね。同じやつか。出られんのかな。ん？あ、ぶつかって出すみたいな。ほら、ほら。ほら、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 やっと出られた。じゃあどうしようかな。一旦、今日はここまでにしときますか。なんかチャプターがあるらしいんだけど、これ勝手に次のチャプター行ってるかな。なんか行ってそうだね。切りがいいから、一旦ここまでにして、続きはまた次回やっていきたいと思います。それでは、バイバイ。